本日は超名門ボーイズに潜入です。今日翔平 TV さんがいらしていただいたのでちょっと紹介させてもらいます。おはようございます。埼玉県で YouTube 活動してます、野球長翔平 TV と申します。よろしくお願いします。翔平 TV でゆかり仲間たちということで、おいおいおい野球 YouTuber 向こう呼びました。世界で活動します向こうです。よろしくお願いします。炎上 TikToker のユーポンです。お願いします。知ってる人、すごいぞ。で、向こうズのパワー系野球女子、桜子と申します。はい、よろしくお願いします。で、本日は、皆様の野球を知る姿とか、素晴らしいプレーとか、たくさんね、撮らせていただいて、僕らの方ではグローブ紹介だったり、皆さんの使ってるグローブとかを紹介させていただいて、グローブの良さとか伝えてもらいたいと思います。では、向こうさんの方では、はい、野球の楽しさとか、そうですね。頑張ってくださる形を出すと思うので、はい、はい、よろしくお願いします。3本立てぐらいでいきたいと思いますので、みんな怪我なく頑張りましょう。よろしくお願いします。キャプテン、はい、キャプテンどこいる？ちょっとお名前カスカベボーイズです。主将の島越です。春の全国大会に出場します。おで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 おととし2年連続全国大会でベスト4。そうです、はい、すごいね。すごい。埼玉県では優勝してるんです。うわキャプテンありがとう。ありがとう。ちょっとエンジン組んでちょっとね、今日一日頑張るぞみたいな。オッケー。小平さんといないの？こんにちは、イエーイ。カスカベボーイズの小学部になりますかね。みんな何年生？はい、じゃあお名前言っていこうかね。はい、小学5年生の小谷龍馬です。はい、はい。小学5年生の金津ディアナです。はい、はい。小学3年生の新町明人です。はい、よいしょ。小学2年生の東谷裕司です。あ、弟くんですね。はい。小学2年生の新町ひろとです。よいしょ。これ3兄弟です。小学1年生の新町よしとです。監督がつまず藤森です。よろしくお願いします。最近立ち上がったんですか？去年立ち上がって、はい、去年立ち上がって今ちょっと今日2人休んでますけど、はい、あと今度中学生に入る子がいるんでもう中学校に入れてますけど。ああ、そうですね。全然9人入れてました。ああ、じゃあ絶賛部員募集中ということで、ぜひお願いします。カスカベボーイズで一緒に野球をやりましょう。イエーイ。はい、入団？入団ですか？回りますか？頭も回りました。すみません。何回りくん？何これ？ありがとう。よいしょ。ありがとう、ありがとう。キャプテン、ポジションはどこ？サードやる。サード。今日頼むね。お願いします。何時から今日来てるの？あ、6時45分に1年生が集合して。6時45分に集合。7時に早っ。朝一日お願いします。なんか一人で大きい子いるね、あのピンクの服のね。何年生あの子？マジ？ちょっと行ってきていい？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。みんなちょっと何年生今？次新1年生か、はい、先輩何年生？あ、中1。次に 2年生。はい、OK、よろしくね。今日は、ね、体験会も含まれてるの？あ、そこそこ。おお、ここ木製バットで、はい、よし、じゃあ打撃見せてくれ。はい、行こう。はい、これ出しておこう。いいね、いいね。なんかこう外野にさ打球飛んできそうで怖いよね。なんかたまに飛んでくる？いや、あんま。いいね。何年生？3年生？2年生？次3年生？次3年生。大きいな。俺より大きいやんね。
なんかいろいろこうローテーションで回す感じ、はい、あ、ちょっとお名前だけ、はい、梶場です。梶場くんね、はい、オッケーオッケーオッケー、ちょっとバッティング見せろぞ、バッティング、ちょっとバッティング見せろ、よし、そうだね、いいね。ペース早くない、ちょっとペース早くない、ちょっとレンティーだよ、いいね、いいね、多いよ、はいはい、オッケー。え、これ何、ずっとあのこっちで打ったりとか、あとはマシンで打ったり、ぐるぐる回って、その後ノック。ああ、そういうことか、オッケーオッケー、いいね。基本みんな木製バットで、はい、ほうほう、カスカベボーイズに入って良かったなと思うところが、やっぱり練習はきついんですけど、きつい練習を乗り越えた上で、まあ、勝利とかそういうのを味わえたので良かったと思います。おー、大人なこと言うね。かっこいいね。引き続き頑張ってください、はい、今日お願いします。お願いします。カスカベボーイズの、はい、ここがいいよとかすごいところがある、なんか、礼儀っすね。礼儀、あ、礼儀、はい、はい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 、最初の頃とかずっと礼儀をしっかりしたので、はいはいはい、そこがすごくいい点だと思います。そうね、それ高校行っても通用するし、大人になっても全然通用するから、はい、確かにね、みんな来た時にあのすぐに挨拶でみんな来てくれて、あのこっちもすごい心が、はい、あの穏やかな気持ちになったので、はい、ぜひぜひその挨拶続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。カスカベボーイズに入ったきっかけとかって、少年野球チームの先輩、うん、入ってて誘われて入りました。なるほど、入ってみてどう？少年野球チームよりもしっかり上手い人が集まってるので楽しくできる、少年野球チームの先輩、あ、やっぱつながり強いんだね、先輩とかだと。一番のアピールポイント、チームとしてのバッティングです。おー、やっぱね、さっきもレフトだからさ、カメラ回してたんだけど、めちゃくちゃ打球飛んでくるから俺が危ないんじゃないかってすごい思っちゃったぐらい、本当にいいバッティングするんで、ぜひぜひそのバッティングで今年もね、ベスト4じゃなくて全国優勝しちゃってください。はい、はい、そうです、ありがとうございます。お願いします。危ない危ない、飛ばすぎやろ。カスカベボーイズのここをみんなに見てほしいっていうアピールポイントがあったら教えてほしいな。いや、元気で、はいはい、一人一人プレーに集中してて、うんうんうん、まあ、役に対する気持ちだったら、そこが強い。まあ、元気があるから多分ね、上手くならないんだろうから、はい、ちょっとそこ、僕もたくさん撮っていくんで、はい、一、はい、日よろしくお願いします。お願いします。家の裏にこのチームの同じ先輩がいて、その先輩に憧れてっていうの。みんなやっぱ先輩つながりが多いんだね、縦のつながりって言ったらいいのかな、はい、あのぜひここを取ってほしいって、チームのチームの雰囲気とか、うん、チーム力っていうのを聞いてほしいな、はいはい、まあ、団結力って言ったりとか、はい、その野球に対してあの優勝を目指して走っていくっていう、みんなのね、そこの目標に向かっていく力っていうのを見てほしいと、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、今みんなに、はい、入ったきっかけ、チームに入ったきっかけ聞いてるんだけど、なんかちょっと教えてもらって。自分は、体験に来た時に、うん、コーチの方々、ノックとか見てレベルの高さ感じて、自分もこういうところでやりたいなと思ったんで、そこにカスカベボーイズに決めました。なるほどね、あれか、やっぱ指導者っていう点で、はい、あの指導者が、こんだけいい指導者がいれば強くなる、自分が上手くなるっていう、はいはい、入った結局は、まあ、コーチとかも、まあ全国の上位のに狙えるチームで、コーチもすごく優秀で、あと先輩の、礼儀とか行動とかもすごく良かったので入りました。はいはいはい、まあ上手さだけじゃないよって、上手くなるだけじゃなくて礼儀とか見るっていうね、はい、ちょっとだけ頑張る。いや、わかんないですけど、あんなおめえなマジで
滑る滑る滑る。振りやすいろ、インパクト強い、振りやすい、まだ深く、え深く、シュやばれ、深く、取れた。ただ転ぶだけで釣れますか、皆さん。綺麗、ナイスね。向こうのバッティングどう？ナイスだね。あの子もピッチャー変則のファーストピッチャー、ファーストピッチャー、こっちピッチャー多いですね、そう、すごピッチャー、あ、ここピッチャーゾーン、新2年生、はい、いいですね、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。